僕らは割と、まあ、ニューヨークもそうなんですけど、うん、僕らもそうなんですけど、ちょっと、まあ、毒がある芸風というか、どっちかっていうと今のちょっと時代だとちょっとコンプライアンスと、あとここもちょ、いや、はい、女性差別必要ですね。いや、そうですよ、はい、本当です、です、本当です、はい、でもなんかライブとかやとそういうのもよだれたらして喜ぶお客さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、だから普段もうよかつやってるそういう人たちはそれ喜ぶけど、はいはいはい、あれ女はこうやって見てるから、そうなんですよ、はるか陽子とか嫌いやと思う。確かにそのだから男性のお客さんの比率多いかもしれないですね。多分鬼越もそうですけど、難しいのはそのライブに来てくれるお客さん喜んでくれるんですけど、うん、テレビに見てくれてる人と層がちょっと違うんで、なんていうとテレビのスタッフさんは喜んでくれる。いやいや、そうなんです、そうなんです、画面の向こう側あれなんですよね、スタッフさんが劇場を見に来て、おい、あんなこと言うやついるって、今度呼んでみようって呼ぶじゃないですか、うんうん、で、じゃあ好き勝手やっていいからって言われてるんですけど、うん、本番直前にあ、やっぱちょっとスポンサーさんとかからいろいろあって、うん、あ、じゃあこのネタもやめましょうかとか言おうとしたこと、はい、喧嘩も何言ってくれてもいいよって言うんですけど、演者さんは、うんうん、でも実際な、もうこれは言うな、そうですね、これは言うな、これは言うなで、これだったら OK ですよっていうのもあって、はい、結局僕らに、まあ、何でも言っていいよって言ったスタッフが最終的に提案してきたのが、うん、お前ご飯いっぱい食べるらしい。